西武351系電車、西武351系電車、西武351系電車は、かつて西武鉄道に在籍した通勤系電車。西武鉄道において、351系、もはくもは351系を称した車両は、過去に形式存在するが、本校では、戦後初の新型車両である501系のうち、 公年別形式に区分された17メートル級車体の制御電動車にって扱う。前述501系のうち、1954年、昭和29年から1956年、昭和31年にかけて申請された501から519、編成は制御電動車、もはが17メートル級車体、中間付随車。 サハが20メートル旧車体と車体長が不揃いでったが、521編成以降は、もはサハ共に20メートル旧車体で統一された。その後、501から519編成についても20メートル旧車体の車両で統一することとなり、もは521以降と同一仕様の制御、電動車も、は501から520。 二台が申請されて、順次17メートル急車体のモハ501から520、初代を置き換えている。なお、モハ501から520、初代は、編成外に先立って1958年、昭和33年3月付で一斉にモハ411、経営、初代411から430への解消、改版が実施された。これらは、後年さらに411系、 二代の申請に際して、形式称号を譲り、最終的には、クモハ351系、二代351から370と解消、解板されるに至った。以下、モハ501から520、初代がモハ411系、初代へ、解消、解板されて、以降の使用及び動向について述べる。同20両のモハ501系、 初代当時の使用及び動向については、西部501系電車を称されたい。前述解消、海話と前後して、主要機器をモハ501から522台へ提供するため、主電動機は MT15 系に、台車は TR14A にそれぞれ換装されている。これらはモハ三311系等から転用、もしくは自社ストック品を活用したものであった。 その他の機器については変化はなく、制御機は国鉄正式の電空化無軸式 CS5 と堺地接触機 CS9 との組み合わせ、電動空気圧縮機及び電動発電機といった補機類も自社に搭載し、電気的にはモハのみの単独走行も可能な仕様であった。なお、車体関連の仕様には手を加えられず、モハ501系当時と同一であった。 開番直後は依然として、従来からの編成相手である、サハ1501型と編成され、モハ411系サハ1501系サハ1501系モハ411系の4両編成で、運用されたものの、モハ501から520、2台が落成すると順次、それらにサハ1501型を提供し、編成相手をクハ1411型へ変更した。 本系列と編成された、区波1411型は1411から1430の20両で、本系列と末尾を揃えて編成された。そのうち区波1411から1420.1425、1426の12両は、本系列と編成されるにあたって、運転台を撤去して、破かされ、411から419.425、編成。 いずれも初代は501系当時と同様に4連に編成されている。その後、1964年、昭和39年1月に制御電動車の形式記号がモハから雲ハへ一斉変更されたことを受け、本系列も雲ハ411から430と解消されたものの、同年7月には411系2台の申請に伴って、 前日のように351系、雲波351系、2台351から370、雲波352は2台、他は初代と、再び解消、解板が実施された。なお、編成相手である、区波、佐波1411型は、解板対象とはならず、以降雲波と、区波、佐波は異なる形式を称することとなった。 1960年代半ば頃から、ディープラズベリーとサンドベージュのニー色塗りが、標準塗装とされたことから、本系列も順次塗装変更が行われた。また、雲葉357から360の4両は1964年、昭和39年に、主電動機を、三菱電気メガバイト -146C に、換装され、歯車比も2.32に変更された。なお、 同種電動機は故障が少なかったことから、後年雲百353から356に搭載されたほか、同一機種が E31 系電気機関車の申請に際して、絶縁強化、コイル巻き直しといった出力強化改造を施した上流用されている。その後、落成55年前後を経過した頃から木部を中心に痛みが見られたことから、 1968年、昭和43年から区派、左派1411系ともども修繕工事が順次、施行された。改造内容は、以下の通りである。その他、車内送風機の扇風機か、先頭車前面窓内側に行き先表示幕の新設、ATS の整備及び、列車無線の搭載等が実施された。本系列は17メートル級の小型車体である。 ことから、101系の増備に伴って、本線系統の運用から徐々に撤退し、玉川線闘市線区へ転用された。1973年、昭和48年6月には355編成が、左派1415.1416を編成から、外し、代わりに、左派1311系、左派1336を組み込んで3両、編成化され、 玉マ線専用編成となった。さらに1976年、昭和51年7月から同年8月にかけて、351.353編成も、中間左派を編成から外して、左派三3 1 1系1313.1314を組み込んで3両編成化の上玉マ線へ転用され、同線区で運用されていた311系、371系を淘汰した。 なお、本系列は前日修繕工事によって CP 及び MG を撤去していたことから、編成外に際して、サハ1313.1314336の各社には新たに、M、日立製作所 HG-534、MRB、出力12クバと CP、MHz16 バイト e k 3容量990リットル、ミンミキが搭載されている。 しかし、多編成については、このような転用改造を施行されることなく、1976年、昭和51年の雲波358を皮切りに、廃車が開始された。当他の途上においては、中間左派を廃車して、固定編成を解消し、451系の編成外に伴って、余剰となった、区波線4 1 1型と、新たに編成された車両もに編成。 雲波357区波1448区波1447雲波360存在したが、最終的には、前日351から355、編成以外は1980年、昭和55年までに、全社廃社となった。残存した351から355編成は、玉子線国分寺駅が、構造情報無有校長の延長が不可能であり、 17メートル車3両編成の入線が限界であったという特殊性から他の20メートル級車体の吊り掛け駆動車各系列が大いに廃車となる中にあって多摩湖線専用編成として運用を継続した。1979年昭和54年には低圧電源の交流化、床のロンリウム化、車内壁面のアルミデコラ化が施行されている。また、 1985年、昭和60年4月のダイヤ改正より、西武ライオンズ球場、現、西武ドームにおけるプロ野球公式戦開催日には、国分寺西武遊園地間に、臨時の準急列車が運行されたが、同運用は、主に本系列によって運行されたため、ただし下記は冷房サービスのため401系などに、変更の場合もあった、1983年、 昭和58年11月に451.551571各系列が本線運用一斉離脱指摘1年半ぶりの本系列のみならず吊り掛け駆動の赤電による久々の優等列車運用として注目を集めた。しかし、大型車入線の障壁となっていた多摩湖線国分寺駅の新ホーム完成に伴って20メートル車の4両編成が 入選可能となると、必然的に本系列の存在意義は失われた。1990年、平成2年6月には、全編成に引退記念のヘッドマークが装着され、新ホーム利用開始前日の同年6月23日に行われたさよなら運転を最後に運用を離脱し、同月30日付で全車廃車となって、本系列は形式消滅した。 1980年、昭和55年までに廃車となった全14両中、12両が、大井川鉄道、現、大井川鉄道及び、高下電気鉄道の2社へ譲渡された。いずれも目破1411型との2両編成、もしくは、本系列同士の2両編成という形態での譲渡が、大半を占め、左破1411型を含むものは、 大井川鉄道2乗とされた雲波365、千四1426、雲波366の3両編成編成のみで、ある。1977年、昭和52年3月に前述雲波365、千四1426、雲波366が、 1980年、昭和55年8月には、雲波361、雲波362が、譲渡された。入線に際しては、西武所沢車両工場においてに扉間を呼び、西武5000系レッドアローの発生品を流用して、扉間の座席を、クロスシート化し、さらに雲波361.365の、電装解除が施行されている。9番対象は、以下の通り、 こうしても、派312、左派1426区派512、も派313区五百十三の2編成が導入されたものの、前者の三両固定編成は運用上都合が悪く、後年三百十二編成は、左派百二十六を編成から外して二両、編成化された。編成から外された左派百二十六は、長期関係車となった後、千九百八十六年、 昭和61年にお座敷客車など82に改造されている。残る4両は長らく主力車両として運用されたが、2002年、平成14年2月に312編成がいえ、山駅構内で脱線事故を起こし級車となった。事故そのものの規模や被害は極めて小さいものであったが、同編成は元より老朽化が激しかったこともあって、復旧されることなく、廃車され、 313編成も後を追う形で廃車された。312編成は解体処分され、313編成は長らく銭湯駅構内に留置された後に、新金谷駅側線に移動し、2016年7月7日に解体された。1977年、昭和52年から1980年、昭和55年にかけて、 クモハ357から360.364、367.368、370の8両が譲渡された。前尺四4 1 1型と編成した2両編成で譲渡されたが、このうちクモハ358.359は譲渡に際して西部在籍当時には編成を組んだことのない車両と新たに編成されたものであった。譲渡後も、 西部在籍当時と同じ赤電塗装で運用され、同社の車両統一や近代化に貢献したが、老朽化のため1990年、平成2年8月までに廃車、解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。